どうも、かくばらチャンネルのジンです。今日はね、宮崎県日向市に来ておりまして、おしゃれなね、お店を見つけたので紹介します。こちらですね、なんて書いてんだ、ステアーズオフオフザシー、こちら行ってみたいと思います。階があるので上がっていきます。はい、2階もね、席がありまして、オーシャンビューとなってます。日向、サーフィンでもね、有名なところでございます。すごく景色がいいです。はい、宮崎県高鍋町にあります、ママンマルシェというところにやってまいりました。看板がこんな感じですね。はい、それではちょっと中に入っていきます。オープンが朝9時、クローズが18時です。だいぶね、何年か前に、ここはあの小湯の里というね、温泉施設、大衆演劇も入ってた場所です。それがリニューアルして、リニューアルというか、まあ他の人がやりだして、た感じかな。黒木本店ですね。地元のお酒が、ずらりと並んでます。他のね、お酒、ビール類もいろいろ変わったのがあります。おりましたらごぼちですね。ごぼうを使ったスナック菓子かな。結構有名なのかな、ごぼうの感じなやつを置いてます。ごぼちだそうです。メレンゲの気持ち、おすすめご当地洋菓子、まあ、紹介されたみたいですね。ごぼちお土産で買いたいと思います。これか、これとこれを、買います。爆音緑茶、宮崎県新田原基地の目の前で育ったお茶は毎日のように爆音を聞いてストロングな味になりました。濃いめに入れて、爆音緑茶、音を聞いてるらしいです。面白いですね。今日は宮崎県のママンマルシェ、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。まあ、ざっとの紹介なんでね、まあ、来てみて楽しんでください。お願いします。